まあ、海の近くの学校、実は私も教員してたんですけど、その時は牡鹿半島の学校にいました。海の近くなので、もう高台に逃げましたけれども、海から離れた、まさかここまで来ないだろうっていう学校も全部逃げてます。あれだけの大津波警報です。険しい山を泥だらけで逃がした学校もあります。ここはこういうところもあるんですよね。あそこの白い、線が津波の到達点です。あそこまで登ってれば、そんな難しくなく助かっています。で、しかもここは今土を揃えて段になってますけども、もともとはフラットです。運動会でここに車を止めたりしてましたので、土を揃えて段になっていますが、ここは、毎年椎茸栽培の体験学習をしていた山です。これです。ね、ちょうどあの津波到達点あたりに毎年登って子供たちは椎茸栽培の体験学習をしていました。椎茸栽培は毎年3月の行事です。だから同じ時期に登ってた。だからあの日も子供たちは逃げようって騒いだし、さっきも言いましたけど、ここまで走ってきた子もいたということです。で、でそっからこっちに行くとですね、たたきがあります、コンクリートの。こんな風な感じです。コンクリートのたたき、6メートル幅があって、何百人もそこに登れるところ。70メーターなの、ね、はい。で、その上にもあります。さらに上にもあります。で、最初に見せた写真なんかもその上で撮っています。それから、授業が行われているところです。ですから、まあ、この話の後に登れる人は登って、行ってみていただければと、ね、思います。でも、緩やかな傾斜の山がありましたというだけでは命は救えないということですよね。これは証明しています。山が命を救うわけではないんですよね。山がエレベーターになるわけじゃないです。山に来なかったら死ぬっていうことです。判断と行動、まあ、組織であれば力を合わせるっていうことも含まれると思いますけれども、判断と行動につながらなければ、いくら緩やかな山がありました、救命ボートがありました、ね、立派な計画を立てていますではダメなんですよね。つくづく思います。で、最後にですね、シールの話、この校舎は残すことになりましたけれども、何を残してどう伝えるかっていうのは、そんなに議論は進んでいないです。だからまあ実際誰も手つけてないんですけども、校舎の中に入るとですね、名前のシールがきれいに残っています、ね、校舎の2階の天井まで泥だらけになっているので、2階の天井まで泥だらけになっているのに名前のシールがきれいに残っているんです。うちの娘だけじゃないです、みんな残ってます。不思議だなと思います、ね、もう誰も通わない校舎ですけども、ここは子どもたちが笑顔で通った場所です。この前にうちの娘は立って触って、あの日もカバンをかけた場所が残っています。証みたいな感じですかね、言い方を変えると。そういうところがいっぱいあります。それから、床が壊れていたり、さっきの2階の天井に津波の跡があったりっていう、あの日の津波の威力を物語るところもあります。それをどう公開するかですよね。今は中に関係性が入ってダメです。ぜひ見てほしいね。学校の先生なんかにも見てほしいですよ。これはね、4月に貼るんですよね。私も貼りました。毎年担任の先生が、この子はどんな子だろうと、こんな1年にしたいな、こんな学校にしたいなって思いを込めて担任の先生が貼ってくれたシールが津波かぶっても残ってるぞって、私は全国の先生に知ってもらいたいと思っています。だからといって勝手に入ってくださいでは多分ダメだと思いますよね。だから何のために残すか、ルールを決めて、話し合って決めていけばいいのかなとも思っています。で、30年後、40年後、50年後の人がきっとここに来た時に思うんですよ。昔の人はなんでここを残したんだろうということですよ。私たちが今やってる活動、皆さんも含めてです。やってることっていうのはそこに届くんですよ。ここは残るんですから。ね、そういうふうな思いで日々送っていきたいなと思っています。